どうもこんにちは、藤本です。えー、今日はですね、私がカナダで経験した失敗談を3つお話ししたいと思います。まあ、この3つの失敗談を知っておけばですね、もしあなたがカナダに来た時も同じ間違いをしなくて済むかもしれません。で、その3つは何かというと、えー、まず一つがティム・ホートン事件、2つ目が船便事件、3つ目が風呂場のタイル事件です。 このチャンネルではカナダに移住して5年目の私がカナダの移住生活についてお届けしていきますのでよろしければチャンネル登録してみてくださいでは3つのエピソードをお話ししていきますまず1つ目がティム・ホートン事件ですでこれは正確には私がカナダに移住する前のお話なんですけれども当時ですね私はカナダに移住することは決めていましたがまだどこの都市に移住するかは決めてませんでした まあ候補としてはトロントかバンクーバーかっていったところで、ただバンクーバーはですね、当時旅行で行ったことがあったんですが、実際に住む場所としては見たことなかったんで、まあ一回見ておく必要があるなというところだったんですね。で、バンクーバーのすぐ近くにビクトリアっていうもう一つ町がありましてですね、こちらも住むにはいい街らしいぞということがわかりましたんで、バンクーバーに行くついでにですね、レンタカー借りてビクトリアにも旅行してみようとということで、家族でカナダに旅行することに決めました。カナダに旅行するのは、 留学の時以来でしたんでちょっと久しぶりでね10日ぶりに散歩に連れて行ってもらった犬が興奮してるような感じでまあちょっとハイテンションな感じで旅行したというところですねでバンクーバーに着いた翌日にですね朝 朝食をですねティム・ホートンという場所で取ろうということになりましたこのティム・ホートンというのはですねカナダも最大のドーナツチェーンでですね、まあ、カナダの国内に関して言うと多分マクドナルドよりも店舗数多いんじゃないかっていうぐらいカナダに行ったらみんなが使うようなドーナツチェーンですで留学の時にこのティム・ホートンにもねすごくお世話になってたんでこのティム・ホートンに行くのも一つの楽しみだったんですよねでバンクーバーの夏の爽やかな気候の中を ハイテンションでティム・ホトに行って朝食を楽しんでたというところですねでこの時に私自分のカバンをですね足元に置いてたんですねで朝食を食べ終わってさあ行くかということで足元を見た時にはもうそのカバンはなくなってたんですよまあいわゆる置き引きってやつですねまあでもね海外でこの足元に荷物を置いて朝食をとるっていうのはもうちょっと自殺行為で当然こういう風に盗まれても完全に自分の 責任ですというところなんですけれども、で、旅行先でこういうふうに物を盗まれた経験がある方って少なからずいると思うんですけれども、まあね、結構落ち込むんですよね。例えると、えー、期末試験の試験当日にですね、えー、自分が頑張って勉強した試験範囲が実は間違ってたってことに気づいたぐらいの絶望感ですよ。えー、ちなみにその盗まれたカバンに入っていたのはですね、えー、私その朝食を取ったらそのままレンタカー借りてウビクトリーに向かう予定だったんで、えー、国際免許証を そして財布、スマートフォン、本、あとまあ1日分の着替えですね、えー、といったものがもうもろもろごっそり入ってましたとで。パスポートだけは妻が持っていたんで、まあ、これだけは盗まれずに済んだ。まあ、これは不幸中の幸いでしたね。でまあ、盗まれた直後ですね、まあ、どうしようかと思ったんですが、あすぐ近くをたまたまガードマンみたいな人が歩いてたんで、そのガードマンを呼び止めてですね、えー、実はちょっとカバン今盗まれたと。 えどううしたたらいいいいっていうことを聞いたんですねそしたら、えー、ちょっと来いって言われて、えー、そのガードマンの詰め所みたいなところに連れて行かれて、ですねそこで少し話をしたんです。で、えー、ガードマンがその警察にその場で電話で連絡をしてくれて、ですね私もちょっとその電話変わって、警察と喋ったんですけれどもで、その話が終わった後に、ガードマンが警察署に行けばね、あのその被害証明書みたいなのを出してくれるからってことで、えー、その警察の住所が書かれたメモを私に渡してくれたんですね。 私はというとね、まあ、その頃にはだいぶちょっともう冷静になっていて、その盗まれた財布の中にカードとか入ってたから、まあ、とりあえずカードを止めなきゃいけないなということで、えー、急いでその警察のね、住所が書いたメモをもらって、えー、で、ホテルに戻って、 ホテルからカードの停止手続きとかね、当日借りる予定だったレンタカーのキャンセルとか、あとビクトレーの宿泊先のキャンセルとかね、まあ、そういう連絡を全部入れたというところですね。で、まあ、そういうふうに緊急の対処が一旦終わると、ですね落ち込んではいるんですけれども、まあ、とりあえず今日やることないぜということで、えー、じゃあさっき教えてもらった警察署に行くかということで、えー、まあ警察署に向かうんです。 でこの警察署の住所がです、ねまあ、非常に偏僻な場所にありましてです、ね、泊まっていたホテルからはです、ね、なんかバスを結構何本か乗り継いで行かなきゃいけない場所だったんですね。教えられた場所に着いたのが、まあ、2時間半ぐらいだったかな、3時間近くかかってたと思います。で、えー、っとその場所にたどり着いたんですけれども、その場所にあったのがです、ねえー、なんか2階建ての建物なんですね。まあ、普通警察署っていうとう 56階の結構大きいビルをイメージするんですけどなんかすごいこじんまりした建物で、えー、外観はなんかオレンジ色で、えー、なんか看板が出てるとどう見てもピザ屋なんですよねでこれピザ屋ってことは認識してるんですけれどもこの人間って自分が苦労してきたことっていうのをこう否定したくないのでまだね望みを持ってるんですねそのピザ屋の中に警察の出張所況もあるんじゃないかって思って で、ピザの中を覗いてみるんですが、まあ、当然そんなものはないということで、まあ、ここでようやく現実を受け止めてですね、あ,あ、なんか住所間違ってたっぽいなということで、えー、近くの銀行に飛び込む。で、えー、その銀行の窓口でですね、まあ、事情をお話しして、本当の 正しい警察署の住所を教えてもらったんですけれども、これがですね、この3時間近くかけてきた道のりをもう完全に元に戻って、で、なんならそのホテルの逆側の方向にね、警察署があったということで、今までこう移動してきた道のりをもう完全に逆戻りするというところですね。で、もう夕方ですよね、夕方ようやくあの警察署に到達して、そこで手続きをして、被害証明書をもらいましたというところです。 まあこれがですね、一日で二度ひどい目にあったというティム・ホートン事件ですね。まあ別にティム・ホートンは何も悪いことしてないんですけども、私はちょっとそれからトラウマになってしばらくティム・ホートンには行けなくなったというところです。で、この事件で何が言いたいかというと、その警察署に行った帰り道にですね、私、あの、レストランに寄ったんですよね。で、そこでパスタを頼んだんです。で、出てきたパスタがなんかこれもう何時間煮込んでんねんというぐらい、 くたくたになったパスタでこれはもうくそまずかったなということですね、まあ、だから1日3回悪いことがあったという日ですね続いて2つ目は船便事件ですでこれは移住する時のお話なんですけれども、えー、と日本からカナダに移住する時って、まあ、それなりに荷物を運ぶんですよね で飛行機で自分と一緒に持ってきた荷物に関しては当然これは自分の持ち物ですということがわかるので問題ないんですけれども、えー、大きい荷物に関しては後から船便で送るとでこの船便で後から到着した荷物についてはですね、えー、これ自分の荷物ですってことをちゃんと証明しておかないとですね日本からの輸入品だというふうに見なされて関税がかかってしまうんですよね。でこの 後から届く船便が自分の持ち物ですってことを証明するのはどういうふうにするかというと、これは永住権を取ったタイミングでですね、あから船便が来ますってことを申請しておくということなんですね。じゃあそのカナダの永住権ってどこで取れるかというとですね、日本にいる間は取れません。日本にいる間にもらえるのは、あなたは永住権がもう取れますよっていう、まあ、許可の書類なんですよね。で、この許可の書類を持って で,で、カナダに入国するときに、空港の窓口でその永住権がもらえるという仕組みなんです。ですから、移住して入国したときの空港の窓口でですね。後から船便が来ますということを申請しなきゃいけないということなんですね。 ところが、ですね、その我が家はちょっとイレギュラーな動きをしてまして、日本でその永住権の許可をもらってで、実際にカナダに引っ越す前に、ですね、1回カナダに旅行で入国してるんですよ。で、そのタイミングで永住権をもらってるんですね。 えー、ですから、えーと、その永住権をもらったタイミングではですね、まだ住居は日本にあるし、従ってまだ船便も送ってない状態ですよね。えー、ですから、このタイミングで、まあ、のちのち船便が来ますよ、みたいな申請は、まあ、いらないと思っちゃったんで、えー、そこでは申請しませんでしたと。で、えー、後々考えると、この時にちゃんと申請しとかなきゃいけなかったんですけれども、えー、当時はそう思ってませんでした。 でまあ、このミスがです、ね、後々数ヶ月にわたる苦しみを生むということになるんですね。で、この判断ミスに気づいたのはです、ね、実際にまあその1年後ぐらいにカナダに引っ越して移住するタイミングですね。で、この時に窓口の担当者にです、ねうん、船便が来ますってことを申請したんですが、これが受理されなかったんですね。で、そのカナダってよくあるんですけど、これは。 あの手続き関係っていうのは、ですね、えー、こういうイレギュラーな時っていうのは、そのカナダの政府の統一見解っていうのはあんまり出てなくって、でえー、その担当者、担当者の,その現場での判断でもう全部決まってしまうということなんですね。えー、ということもあったので、まあ、その入国の際に、まあ、こういう事情でってことをいろいろ話をしてですね粘ったんですけれども、もうおめえら、永住権持っとるやんけっていう話で、もうそれで終わってしまったということですね。 仕方ないから、まあ、その場は入国したんですけれども、まあそこからですね、数ヶ月後に船便が届くと。で、えー、これに関税かかったらどうするかというところがずっと悩みの種だったんです。えー、ちなみに関税どれぐらいかというと,、えー、と、私たちの場合は船便で段ボール箱40箱分ぐらいを送ってました。 で、えー、その中身っていうのを全部リスト作ってね、まあ、これぐらいの価格ですってこともリスト化してたんで、えっと、場合によってはその申告した価格と同じぐらいの関税がかかる。まあたい4 50万ぐらいだったと思いますけどね、えー。それぐらいのお金がかかってしまうというところなんですね。でも本当、これどうするかと。えー、もちろん、こう、必要なものだから、 カナダに船便で輸送してるんですけども4 5 0万かかるとなったらこっちで揃えた方が早いんじゃないかっていうぐらいの感じですよね、えー、だからもう場合によってはもし船便がまだ日本を出発してなかったらそれを中止してで日本の実家に送ってもらってですねもうなかった子にするかというところまで考えたんですね。 えー、ただ一応その船便を担当している会社に相談した結果ですね、えー、その船便が到着してその受け入れの時にもう一回その担当者と話す機会があるとでそこで運が良ければね非課税が認められる可能性もあるという話を聞いたのでじゃあもう一か八かそこにかけようということで、えー、送ってもらうことにしました。たたださっっきも言った通り、えー、それ課税 対象になるか非課税になるかっていうのはもう完全にその現場の担当官の判断でしかないので、えー、もうそこに向けてはなるべく綿密に準備するととにかく永住権をもらった段階ではまだ日本に住んでたとでその後別のタイミングで実際に引っ越しをしましたってことを証明する書類を全部揃えてですねまあつまり何月何日にどこにいたってことを全部証明するように してですね、そして、まあ、想定問答集もね作ってこんなこと聞かれたらこういうふうに答えるみたいなね、えー、そういう準備をした上で、まあ、いよいよその荷物の受け取りの、えー、タイミングが来たとで担当官の人と、えー、話をしたんですけども結構あっさりね OK まあ別に関税かけないでいいよというふうに言ってくれたんでもうその瞬間にこのそれまで数ヶ月ずっと重い気持ちだったのが一気に飛んでもう心の中では「おっしゃー!」って感じですよね。 なんかもう気分的にはカジノで数十万買ったみたいなそんな気分なんですけど実際はもともとゼロだったものがゼロだったってだけの話なんですけどはいというのが船便事件でした3つ目は風呂場のタイル事件です でこれは私がカナダに移住して1年目の話なんですが、えー、この時一瞬もうカナダの移住生活をやめて日本に戻ろうかと思った事件ですねできっかけはある1本のメールですそれは借りていた部屋の大家から来たメールなんですけれども、えー、そこに書いてあったのがですねあなたの部屋の下の階の住民からクレームが来た天井から水が漏れているとで、えー、したがってそのあなたの部屋に検査官が来るから対応してねと いうメールだったんで、すねで、まあ、集合住宅で天井から水が漏れるときっていうのは、基本的には上の階の誰かが犯人なんですけども、まあ、とりあえず真上の住人が、まあ、最有力候補ですよね。えー、ということで、えー、この段階でもう第一容疑者になってしまったというところです。でもですね、心当たりはないわけですよ。キッチン、それから洗濯機から水漏れした形跡は全くありません。で、あるとしたら、えー、風呂場かなというところなんですけれども、まあ、風呂場もですね、えー、別に心当たりはない。 えー、ただ、1個考えられるのはですね、カナダの風呂場って、えー、日本のビジネスホテルみたいに、ユニットバスみたいになっていて、えー、そのバスタブと、えー、トイレと洗面所が1つの部屋に入ってるんですね。ただ、日本との違いは、えー、日本ってそのバスタブから少々水がこぼれてもですね、えー、その全部防水になっていて、で、えー、その排水、 があってねちゃんと水が流れていく仕組みになっていると思うんですけれども、えー、カナダの場合はもう全くそういうことを想定していなくてですねと、バスタブから水がこぼれた場合は、ですねその床が水を吸収していってしまうということなんですね。で、多少はね、えー、やっぱりバスタブで、えー、シャワーとか浴びるから水が出ることもあるということで、えーまあ、一応検査官が来る前にですね、えー、風呂場の床は全部きれいに拭いておきました。で、検査官がやってきました。もちろん えー、風呂場の床はきれいに乾いてますというところなんですが、えー、ただ検査官がちょっとあれどけてみてっていうふうにあの指さした場所があってでそこには何があったかというとあの床の上にタイルが23枚積み重ねてあった場所だったんですねでそのタイルっていうのはもともと私たちがその部屋を借りた時に えー、多分その部屋の施工した時に余ったタイルだと思うんですけれどもそれが部屋の隅にあったんで、まあ、それ邪魔だったんでその風呂場に私が運んで重ねてたところだったんですねでさっき床を拭いたって言ったんですけどそのタイルの下まではちょっと拭いてなかったんですよで私はまあ当然心当たりもないのでいいよっつって、えー、そのタイルをこうどけたんですけれども、えー、実はその最後の1枚のタイルをどけた瞬間にそのタイルの下がちょっと濡れてたんですよね ただ、それでもね、えー、その当時の私としては、それはバスタブから、えー、シャワーの水滴が何滴か出ることもあるでしょうと。それがタイルの下に潜り込んでいった、まあちょっと濡れてただけだよね。まあ、それぐらいで、まさか下の階まで水は漏れんでしょうというふうに思ってたんですが、ところが、まあ、検査官は全く印象違うんですね。えー、これは想像なんですけれども、えー、その検査官はね、えー、もうこの犯人を探したくて仕方ない。で、証拠になるものを探したくて仕方ないと。 いう状態だったわけですね、えー、ですから、えー、そのタイルの下を濡れてるのを見た瞬間に、まあ、多分心の中でガッツポーズしてるんですねで、えー、ただそれは表情には出さずにねで私もちょっと不安だったんでこれ別に下の階の原因になってないよねっていうふうに聞いたんですけどもうんまあそうかもねぐらいの感じで軽く流されてしまってで、えー、その検査官は帰っていきましたとでいうと翌日また大家からメールが入りましてですね あなたたののの部屋の風呂場の床が濡れていたとでこれが水漏れの原因であることが判明したと、えー、したがって、えー、その下の階の住民からあ損害賠償が来るから、えー、それはあなたが払ってねと結構高くつくよっていうメールが来たんですね。もうこれで、えー、我々はこう犯人にされてしまったというところです。 でもちろん、これぐらいでっていうところはあるんですけれども、もうんと言っても床が濡れていたっていう,もう物的証拠を抑えられてしまっているので、えー、なかなかそれを覆すのは難しい状況だったんですね。でちなみに集合住宅で水漏れを起こした場合、えー、その天井に水気が残るとカビが生えたりするんで、その天井をごっそり入れ替えたりとかね、えー、あるいはその下の階の住民の家具を濡らしたりすると、その損害賠償とかが発生するんで、 まあ結構高くつくつネットとかで調べるとやっぱ数百万のレベルでかかるケースもあるということでこれはえらいことやぞということですよね。で、えー、保険で払うという手もあるんですけれどもカナダの住宅保険結構きつくって、えー、そういう支払いをですね、えー、1回してしまうと、まあ、リーチで、えー、もう1回その支払いをしてしまうと二度と、えー、カナダの住宅保険には入れませんと。 いう感じなんですよね住宅保険に入れないともうカナダで賃貸を借りることは不可能なので、まあ、その時点でカナダを退去しなきゃいけなくなるということです、まあ、この段階でかなり追い詰められて一瞬日本に戻ろうかなということを考えたって感じですねそしたらですね1週間後にメールがポンと届くとでちょっとドキドキしながら開けたらまた水漏れがあったとどういうことやとまた検査官行くからなという感じの まあちょっと怒りのメールが来てるわけですねでもいやいやいや,いやあれからもうこっちは一滴の水もこぼすなってことでもうバッキンガム宮殿の護衛兵並みの緊張感でもって生活してるんですよだからもう絶対に水はこぼしてませんということなんですよねで検査官がやってきましたで床を見ましたもちろん乾いてます、えー、前回容疑がかかったタイルも全て撤去してます えー、だからもうそこに全く痕跡はありませんよということなんですね。で検査官はですねおもむろにバスタブに水をため始めました。で、えー、バスタブってその底の方にね排水溝があってでそこに栓をすると、まあ、水が溜まっていくんですけどもでその溜まった水がバスタブから溢れないようにバスタブの側面にもね排水溝が入ってるんですよね。で、えー、どうやらそこ側面の排水溝に水を流して漏れるかどうかっていう実験をしてる感じだったんですね。 で、えーまあ、10分、15分経って、水が溜まって、で、いよいよその側面の排水口から水が流れ出た瞬間に、えー、また下の階から連絡があって、今また水が漏れましたっていう連絡なんですね。はい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 、ここで原因判明ですよ。えー、要するにバスタブの側面の排水口の中が壊れていたということですよね。で、この 排水口が壊れているっていうのは、もう住民からは見えない場所なんで、これ住民の責任じゃないんですよ。えー、大家の責任なんですね。はい。ということで、まあ、この瞬間に逆転無罪だったんですね。もうね、あのー、外に走っていって、報道陣の前で、こう、無罪って紙を出したいぐらいの気分ですよね。まあ、それぐらいの、こう、重圧から解放された瞬間でした。これが、えー、風呂場の耐える事件です。 今回3つの失敗談をお話ししたんですけれどもこれ3つとも全て私のミスから始まってるんですねちょっとした確認ミスとか思い込みから海外生活っていうのはもう崩壊しかねないなというところを学んだ事件でした海外はね失敗してもまた再チャレンジが認められるということを言われることもあるんですけども まあ実際そうです。そうやって再チャレンジに認められることも多いんですけれども、えー、ただ一度のミスで、えー、全てを失うという可能性も残されているということなんで、まあ海外生活をね、目指される方は、まあこのあたりもぜひ頭に入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。えー、ということで今日は3つの失敗談をお話しさせていただきました。どうも最後までありがとうございました。